IWJ 愛知1チャンネルです。2014年7月25日金曜日19時13分です。名古屋市東区で行われています関西電力社前抗議アクションアット名古屋、この模様をお届けいたします。毎週金曜日夕方6時から夜8時まで名古屋市東区の関西電力東海社前でこのように抗議アクションが行われています。大井原発、高浜原発再稼働反対抗議の声を関西電力支社前抗議アクションアット名古屋という形で、よくホームページには載っていますが、仙台原発の再稼働反対もここ1ヶ月くらい力強く訴えられるようになっています。Thank you.
Yeah.
皆さんパブリックコメントやってるのはご存知ですよね。8月15日まで仙台原発のパブリックコメント募集中です。そこが私これを見てびっくりしました。なんと科学的技術的な意見でないものは一部を公表しないが、もしくはカウントしないと書いてあります。とんでもなくないですか。こんなのパブリックコメントに技術的科学的なことを書ける人ってそんなにいないじゃないですか。だいたいもっと言いたいのは原子力規制委員会こそ火山のことも何も考慮しなくて何が科学的なんだお前に言われたくない、そう思いませんか。まずここを語り尽くさないと、いくら一生懸命だっても最初から書いてあるでしょうと言ってしらしらしく隠されるかもしれません。この科学的技術的な意見じゃないものは受け付けないみたいなことを書いてあるということを皆さんしっかり皆さん知らない人に公表しましょう。こんな高速な手を使っているんだと、いくらだっても買おうとしたくても当たり前だなんて市民を馬鹿にするなんてことを声を大きくして言いませんか。で結果にさせないとこれはいくら出しても半分に削られる、3分の1に削られてしまう可能性があります。皆さんしっかりここのところ公表しましょう。そしてその上で一言でも火山のことをちょろっと書けばいいかもしれませんし、まあ向こうに迎合するわけではありませんが、いっぱい一人何通書いてもいいそうですから、たくさん出しつつ、でこんな馬鹿げた原子力規制委員会は許せんということを皆さん日頃の会話で原発のことに興味なさそうな人にも言いましょう。よろしくお願いします。ではコールもう一度いきます。原発いらない、原発いらない、原発危ない、オンが止まった、原発ゼロだ、原発なくても電気は足りてる、真夏だって電気
私たちが
が支払った電気料金から払われております。8月1日4時私たちは周年抗議に行きます。お時間のある方はぜひ8月1日4時に周年の前にお集まりください。みんな揃って周年の中へ入ります。よろしくお願いします。IWJ 愛知1チャンネルです。2014年7月25日金曜日20時04分です。関西電力東海支社前で行われました抗議アクションの模様をお届けしました。先ほど8時を回り抗議アクションが終了しました。結構いつもだと抗議アクション終わるとさーっと自然に解散していくのですが、今日は名残惜しいのか皆さんたくさん話をされています。東海地方梅雨も明けまして、今日7月25日はとても暑い日となりました。名古屋日中の最高気温は 38.2 度、38度という数字を名古屋で見たのはあっただろうかと思うくらいの、もう昼間外に出ると
ここまで暑いかというくらいの暑さでございました。そして19時50分現在でもまだ 32.2 度、名古屋市の気温 32.2 度です。非常に暑いです。そんな中今日はおおよそ75人の方が参加されました。名古屋市の関西電力東海支社前の抗議アクションは約75人が参加されました。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。失礼します。いつものようにプラカードであったり光り物であったり、それぞれの方がそれぞれの思いで抗議アクションをされていますが、夏だとこう光るものがこうとても綺麗に見えたりします。またプラカード横断幕なども結構人それぞれ趣向を凝らして新しいものを作ったりされています。毎週金曜日夜6時から8時まで名古屋市東区で行われています関西電力支社前抗議アクションアット名古屋、この模様をお届けしました。毎週金曜日の夜ということで7月の抗議アクションはこれが最後となります。来週から8月ですね。今主催者の方にお聞きしたところ8月、特段、休みなくやる予定だということです。名古屋市20時現在まだ気温が32度です。風が吹いておりますが涼しい風というよりは生暖かい風だったりします。関西電力東海支社前、まだ名残惜しく皆さん話していらっしゃいますが、これで配信を終了いたします。
IWJ は市民に支えられるインターネット報道メディアとして頑張っております。特に地方はボランティアスタッフでなんとか回している状態でございます。ぜひとも引き続き IWJ の、ご支援、ご視聴、カンパ、会員に入っていただくなどなど IWJ なくなったら困ると思っていただける方はぜひいろいろな形でご支援ください。よろしくお願いいたします。では配信は IWJ 愛知ボランティアスタッフの健坊がお届けしました。本日もご覧いただきまして誠にありがとうございました。